はね11月20日土曜日イベント日の前日となっております、うん、毎年これ前日1万円チャレンジをやっていきますので、その前にこちらのね IC カードをちょっと作っていきたいと思います。プリペイドカード楽だね。何よりお金を触らなくて済むから手が汚れない。で、宣伝してってお願いをされたわけじゃないんだけど、これ12月から来店ポイントでこれもらえるらしいんで。あ、そうなんだ。ぜひぜひ。あ、これいいじゃん。領収書出るの最高やん。それだったらさ、もう領収書出してくれないゲーセンには行かないよ。じゃあ、早速1万円チャレンジやっていきます。去年は15分か。イエーイ。うわ、来た。来た、重っ。これいいね。あ、これいいわ。肘までかかるわ。Dリング乗れ。足持たー。超簡単や。後ろにドン。あ、来た来た。おー。うわー。ほら。マジ来たー。これいけ。そうなんですね。ありがとうございます。だからもう真ん中を取るしかないのかな。あー、真ん中を残して。でおもろくない、この設定おもろいね。横に暇。えい。おっ、えー、やべえか、マジで入るやね。皆さん見てください、遊び場2周年祭の限定台なんですけど、はい、世界最安当店専用 IC カード限定1円クレーンゲーム周年祭特別企画のね、1円クレーンゲームが出てるわけなんですよ。で、ガチで1プレイ1円なんです。1円こちらも1円1なんで、これをちょっとやっていきたいと思います。やっていきますか。これさ、わかんない、これ開きにもよるんですけど、攻略知ってるんですよね。あそこのさ、フックの中に入れてあげる。あそこに肘までアームかかればもうロックされて、うん、下手したらこれ機械エラーになるよね。かからんかな。全然パワー、やば、1円でこのパワー驚愕やね。ほんと還元台だよね。ただで配ってるようなもんだよ。確かにね。すごい、これ明日やる。やりたいっすね。1万円チャレンジなんで。だこれ10プレイ交代制だからね。1まで入れ。おっと、ワンちゃん惜しい。いやね、見て、ほら、4095円。今5プレイしたから4095円。多数ダリーナ、これね、DC 狙いです。無理かな。ここで動くんや。やば、超簡単や。これ何円？5円。やばい、そんな簡単にしてんだ。これもやります。ごめん、あんま本当さ、1円に笑うものは1円に泣くって言うけど、ちょっとこれ笑っちゃう1円だよね。1円ってすごいね。これモジャにしてもらえばよかった。フラワーの練習になるんやった。いいよ、モジャして。あ、モジャ今ペラワー入れる練習してて。モジャ頑張ってください。右ペラワー、うん、側面掛け。あー、いや、ちょっと狙ったんですよ。あ、でも、めっちゃいいね。パワー強えわ。で、押しも使えるね。次ちょっと試しに角を押してみてください。どうでしょう。うわー、ピンポイント。おお、次何円目。あー、これね、ごめん、どうせやったらあのスッキリする数字でねやりたかったっすね。いったやろこれ。おっしゃー、やっば、これお客さん喜ぶわ、喜ぶ、ね、これね、僕交渉したんですけど、この動画上がった後、今ここに出てる日付からなくなり次第終了なんですけど、またこの1円クレーンゲームこんな感じの設定で復活します。なんでこの期間にいろんな練習できるんで、1プレイ1円だったらさ、ぜひクレーンゲーム動かす練習しっかりできると思うので、初心者の方は特にね。なんでぜひ遊び場阪急茨城県さんに遊びに来てみてください。
荒木さん、行っちゃってください。近づけないですか。行けるかな。めっちゃ見られてますよ。うちのマネージャーです。めっちゃ見られてますよ。マネージャーをしていただいて、はい、行き過ぎた、行き過ぎた。あ、いや、うまい。これ確定です。うまっ。いけますね。うわやった。今日車ですね。いやこれ撮りてー、撮りてー。撮りてー、撮りてー。ちょっと早すぎたか。やばい、時間がない。どうすか、どうすか、皆さんに見られてめっちゃエビスない。いいですか。はい、お願いします。来たね。来た。熱いっす。これでちょうど100個になったわけですか。うん、すぐ取れるか沼るかのどっちかっすね。人しか見てるとちょっと力を存分に発揮できないタイプだ。多分ね、いいとこ見せよう、いいとこ見せようと気づいて、もう堅実に行くしかないね、やっぱね。そうね。え、荒木さん、はい、もう一回どうでした。下手っすね。どうすか、皆さんに見られてめっちゃエビスない。普段通りにせえと。確かに。最初人いなかった時はめっちゃ良かったっすね。急に人が集まったらダメだよ。一番ダメよそれ。見せれなかったね。頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、ということで皆さん、こんにちは。鹿児島から来ました、もっかいチャンネルのもっかいと、はい、もじゃです。よろしくお願いします。一部は皆さんの疑問にこういろいろ答えながらやっていきたいなと考えてまして、皆さんにお伝えできたらなと思います。のどヌールを塗らんとさ。確かにね。はいはい、ということで皆様お待たせしました。サジになりましたので2部の方を始めさせていただきたいと思います。沼ったら本当に申し訳ないんですけど、いける台はすぐ取れるので、できるだけ頑張っていきたいと思います。ありがとう。ありがとう。205番の方。おお。じゃあどんな景品が欲しい。難しくても頑張って取ります。ポケモンのぬいぐるみ。かしこまりました。さあ、じゃあこっち行きますね。緊張しますね。これ昨日遊び場の本店でやったやつだ。こっちではやってないわ。あ、そうか、でお渡ししたもんね。そうかとりあえず真ん中持ったパワー。結構ね、上まで持ち上がってハンドパワーあると思うんですよね。おお。上まで持ち上げるパワーと運ぶパワーの2種類確かあるんだよね。で、うん、ここ運ぶパワーが結構強いので1秒ぐらい運んでくれるんですよね、うん、だからもう結構真ん中気味で狙っていけばいいんじゃないかなと思います。頑張る。1個目から確率とかは絶対嫌だよね。フラグ立ってますよ。お、あ、でもめっちゃ掴むね。ありがたい。おお。形修正しながら狙います。一応ね、3本入るような形で狙っていけたらなと思うので、押しパワーも強いですね。さあ、今300円か。あー、今欲しいね。今取れてたら後半どんだけ気持ちが楽だったら。ちょっと待ってね。クレーンゲームは何。空想の世界が生まれる。今度それさ、動画で使っていい。動画で言っていい。いただきますね。いただきます。パクらせていただきます。ぐらいか。次はシールドの横に来た時に持ちたいですね。散歩で。あ、でも近づいたね、うん、シールドがちょっと高いからうまくそこをどう越すか考えながらやろう。三本爪は下る可能性もあるからね。まあそうね、怖いんだよ。これさ、上限決めていい。1500円でダメだったら、あのもっかいチャンネルが昨日見つけた簡単な台に逃げてもいい。いい。ありがとう。あ、これ1500円目か。1500円目です。これでダメだったらちょっと逃げていい。ごめん。上限がね、あるからね。そう。ちょっとドキドキしてた。持ってる。あと1センチぐらい飛んでくれれば、一手で取れる台、今のところ3つぐらい見つけてるんで。頑張りましょう。はい、これは修正です。おお、
近づいたけどね。これで決めます。もうここが一番大事だと思う。ここから下ろします。マジ？あーギリギリ、あーギリギリギリ、うん、あるんじゃない、あるかもね。これが一番ドキドキするんじゃないかなと思いますけど1センチ以上もう重ねくれ。オッケー、よかった。いや本当によかった。今の確率じゃなかったからね、うん、1300円ですかね。そうだね、1300円。どうぞ。ありがとう。よかった。よかったね。これで無駄ってその先でも無駄したらどうしようかなって。いや、無駄ったことまで考えてくれてありがとう。うん、今の見せたね、ちゃんとね。シールドの横に綺麗にな形でこう景品がなってくれたんで、それが良かったかな。横になってるとしか、どっちがやりやすかったか。あ、横と縦どっちがやりやすかったか。そうだね、ありがとう。横の方がいいかな、今みたいに立ててもいいんだけど、横の方が多分寄せやすかった。やってみた感じ、おすすめは横です。ありがとう。参考にしてね。はい、かしこまりました。ありがとうございます。さあ、谷落としね。もう谷落としはね、僕とりあえず一回縦ハメで狙ってみて、うん、あの斜めにはまったら縦ハメで取るんですけど、それ以外はもう基本横ハメで取るようにしてます。で、一応この台バランスキャッチもするブースやったんで、うん、バランスキャッチしたらそこはちょっと運ゲーの部分も出てくる。あ、オッケー。あ、でも普通にはまっちゃったね、これは。じゃあちょっともう横はめにしてフィニッシュしていきましょう、はい、あと500円で無理だったらちょっとおすすめ台行ってもいいですか。すいませんって言ってさっき取れたからな。そう、お願いします。あ、これ手前に入っちゃったか。手前はね、バランスキャッチ。ごめんなさい、パスでもよろしいですか。おすすめ台行ってもいいですか。すいません。これ惜しいとこまで行ったんだけどな。頑張ってください、次される方。プリングルスとか好きですか。あ、はい。あ、好き、はい、あ、よかった。ありがとうございます。これは一手で取る取り方を見つけちゃってですね、お願いします。本当に本当にお願いします。これは手前ね、この角かけて、ね、いやちょっとこれショックやな。まあちょっとこれはまた動画で見ていただけると嬉しいです。そうですね。すいません、皆さんが思ってる以上にすごいなんか脇から汗がね大量に吹き出してんで。まあそうよね。見られてますからね。そう。これも見つけた攻略法です。オッケー。これで弾いてゲットです。オッケー。お連れ様いましたよね。お詫びにもう一個取りましょう。ごめんなさい、今回だけですよ。生きるぜ。おお、ギリギリ。どうですか。持ってないね。あ、でもあと一プレイ、あと一プレイあるから、これ無理やったら、すいません。オッケー、真ん中ぐらい。ギリです。ギリです。やばい、行け。おお、ギリです。これ行くやろ。オッケー。もうギリギリやったね今。すいません。はい、じゃあ。お連れ様と。はい、すいません。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、これか。ちょっと待って、綾波レイはさ、ちょっと長いのか、縦跳びできるんかな。長いから逆に横の方がいいんかな。それが知りたかった。かしこまりました。それちょっと考えながらやっていかないとですね。遊び場さんさ、昨日の夜、前日ね、2時間ぐらいテストプレイしてたんですけど、スタッフの方と常連さん仲いいですね。仲いい。めちゃくちゃ楽しそうに話してましたよね、うん、狙い方、攻略考えたりとか。こんな感じなんですね、初期位置が。縦ハメで狙えるんだったら縦ハメで狙いたいところであるんですけど、とりあえず縦ハメの手順で狙っていきますね。左奥狙ってみて、右に振ってみます。でも奥のシールドに当たって動きが悪かったらもう横ハメに。あー、これはちょっと厳しいので、なるほどね、万が一奥のシールドに乗った時はあそこです。奥にこう滑らせながら落とすゲット方法があるんですけど、おそらくこれはもう横じゃないと取れないだろうと予想しているので、横ハメ狙いでやっていきます。とりあえず、横に寄せて、手前を左に振っていく、横にはめていく作業ですね。そこで投げればね。そう、どういう感じでフィニッシュに持っていくかがねえ、ちょっと、はい、お、いや、これはね、まだ通らないですね。ちょっと修正しながら、ちょっと真ん中持てばまっすぐに修正できること結構多いので、これで修正したい。端の中入ってくれてもいいですもん。あー、完全設置や、完全設置。どうしようかな。ちょっと隙間作って、いた下角は狙うんですけど、はい、隙
隙間作ってそこにアームを寄せて、なるほどね、はい、狙うフィニッシュの仕方に行こうかなと。あ、でも引っ張れるよ。おお、これちょっと修正しながらフィニッシュしていけば通るんじゃないかなと。あまり寄せすぎず奥で地道にちょっと角度修正しながら落としていくようにします。いやー、頑張ってほしい。これ手前の滑り止め効いてなかった、ね、効いてなかった。さっきやっぱ角取ったからさ、結構動きは面白かったですよね。右は手前、左奥です。右、ありがとうございます。あ、ジンさん、ジンさん、びっくりしました。いや、それはな、大阪から宮崎行った時に来てくれたやん。けえへんわけにいかんやん。お客さんかと思った。遊び場阪急茨城店、おめでとうございます。2周年か、おめでとうございます。そうですね、おめでとうございます。それを僕一番最初に言うの忘れてました。おめでとうございます。え、ジンさん、ちょっとこれ一緒やりましょう。すごい雑な絡みで、せっかくなんで今ちょっと手前隙間作ってあげようかなと思って、左寄せて、であの下の角を取ってるような形で狙ってるんですよ。爪の角度めっちゃええな。そうですね。気持ち上がる。それか右手前にねじれてたから、これテクニックなんですけど、これちょっと難しいんですけど、右アームの奥のバーより手前に右アームだけ入れるような形にすれば少し沈ませることができるんで、ちょっと見ててもらっていいですか。こう左こうバーまたぐじゃないですか。右アームだけ入れる形にしちゃうと、お、あ、でもちょっと沈むんですよ。今ちょっと沈んだね。いや、今めっちゃ良かったよ。これちょっと今良かったっすね。今の良かったっすね、うん、これやったらいけそうっすね。もう一回やりますね。左アームだけを奥に入れてあげて、はい、右アーム入れて、それで手前にこう引っ張り、また角度つける。ただ手前の滑り止めがちゃんと効いてなくてはめるにはめれない状態なんですよ。そこがちょっと難しいとこなんですけど、ね、ああ、入りました。すいません。今ね、右アームだけ手前の奥バーの手前に入れて沈ませるような状態を作ってます。ここ大事やね、ここ大事。ここ抑えますか。手前キープしてくれたらいいな、これ。そうなんですよ。ここの滑り止めがちょっといやらしいっていうか、右で抑えて、うん、左で手前すくい上げる感じで。おー、来たー、来たー。これはいいんじゃない。いいんじゃない。いやー、よかったよかった。ちょっと今上級テクニックで分かりづらかったと思うんですけど、いや、今技やったよ。めっちゃ難しい、言うといて。最後の右は今日はこう沈んだ時に右アームだけを抜いてあげると、普通だったら左アームがこう邪魔してこう持っちゃうんですけど、右アームだけだとこう、こっちだけいい感じで抜けてくれるんで、それでちょっとこう手前に引っ張ることができるんですよ。最後は右アームで押さえて左アームここの下取って、それでこううまく形変えて落とすようなやり方やったんで、これちょっと見せれたかな。見せれた、ね、よかったです。すいません、選んでくださってありがとうございました。ありがとうございます。ちょっとこれ角度がついてんのか、左アームで、まあ、最初奥ちょっと取ります。はい。なんか関西弁になっちゃうやん。関西弁みたいな。おー、九州男児やろ。ここで九州なまりすると聞き取れないかなって。あ、まあそうそうやね。ありがとうございますやろ。ちょっととりあえずはみ出て、うん、右奥角を取って、はい、はい、これでとりあえず下側をはめ入れたらなと。オッケー、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 いいですね、これ。ちょっと丁寧にいきましょう。これ、そうそう、や、回しきれるかな。でもね、多分重心がある方が上向いちゃうんで、これだとフィニッシュしきらないと思うんですよ。だからどうしようかな。左奥角、いや、ちょっと丁寧にいきます。あ、丁寧にいこう。少しずつ、もう少しこう平べったく。はいはいはい。ちょっとずつね、うん、これで取れてくれても全然いいんだけどね。あー、オッケー、まあ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 、大丈夫です。うん、今のところノーミス、順調に。いいね。うまくいけば次でフィニッシュもできますからね。いや、やっぱね、緊張してますね。緊張するよ。そうだね。見られてる。見てますよ。あ、沈んだ沈んだ。あ、重すぎたね。もう落ちます、もう落ちます、これは。あ、ごめんね、俺一言のように言って。昨日の夜モザに緊張してるって言ったら、俺プレイするから全然緊張してない。じゃあ言わんでそれ。もうって。これでいいんじゃないですか。かね、うわー、でもめっちゃ粘ってる。入ってるぜ、これ。待ってたら落ちそうですね。惜しい。いや、もうこれ、堅実に落ちたら。あ、そうだね。これは頑張ってほしいよ。手前にねじれるから。本体に当たってちょっと滑っちゃいました。
ってる。ああ、これほぼ落ちてるぜ。ね、バー上に当てます。頑張ってくれ。オッケー、これはバー上ですね。オッケー、来た。これで落ちてくれればかかるでしょ、さすがに。オッケー。いや、おめでとうございます。喧嘩では取れたんですかね。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとう。じゃあ何の景品が欲しいですか？イゼロ。かしこまりました。あの、何やって。うまいじゃん、すごい。お、すごい。昨日はこれ結構すんなりいきましたよね。ね、さあ見せれるかやね。じゃあとりあえずちょっとオープン。まあ多分横ハメになるんじゃないかなと予想してます。なるほどね。おお、これでもう奥一気にスライドさせて3手狙いでいけるから。これでいけたらかっこいい。なるほどね。そうやね。いけなかったらもうまたちょっといろいろ考えたんですけど、序盤で一気にこう勝負決めたいところです。あ、でも、あ、おお、左寄せてもう修正しながら落とすっていう。あ、もう次行くの。はい、さっき左でやったと思うんですけど。あ、右が、右がちょっと。でもそれで奥行けばね。あ、いいね。来た来た。奥フィニッシュですね、これ。これでね、ほんとコロッと前に来てくれれば。そう、結構ねじれるね、めっちゃねじれるね。え、来た。よっしゃ、うまい。見せました。4点。やった。今日は仕上がりの日ですわ。すいません。どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、行きます。ツナフキンですね。かしこまりました。ナス1じゃないですか、これ。じゃあ、お店の入れ替えにも協力しよう。そうやね。ちょっとじゃあ、寄せで頭が乗らないか、はい、この辺でやってみましょう。押しパワーはないですけど。なるほど。あ、これお尻が乗りそう。あ、大丈夫。前に来い。おー、残り1100円。これがラストになるかな。右は下までかかってないから、ワンチャン。あおお、でも最後まで持っちゃうか。うわ、これで確立したらやばいよね。うん、それはそれで面白いけどね。もうお願い、これが今日の楽しみ。確立したらいい。終わっちゃった。違う企画。とりあえずちょっと最後はもう俺全部突っ込んで、結果5個、難易度関係なく5個で、そうですね、行かせていただきました。ということで、一旦これにて2部の方は終わりたいと思います。皆さん見ていただいた方ありがとうございました。ありがとうございます。この後ちょっとアナウンスがあったら写真撮影をさせていただきたいと思います。それではじゃあ2部、皆様ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。遊び場のイベントを終え、開放感にあふれるチームも不在。旅企画史上最も豪華な夜は最高の温泉宿であった。温泉ゲーセンでまさかの激レア景品を見つけ、奮闘する男たちの汗と涙の物語を目が離せないことでしょう。昨年バズった伊勢海老キャッチャーの店にも突撃したので乞うご期待。言いたいことがありすぎてまだまだ伝えきれませんが、めちゃくちゃ濃いゲーセン旅をしているので楽しみに待っててください。次回、湯煙大作戦。遊び場で会いに来てくれさ、遊び場に会いに来てくれた皆様、本当にありがとうございました。